カレーか。いつも通りだな。メグが帰省する日はいつもカレーだ。ママのカレーが世界で一番大好き。確かにそう言っていたが、涼子は調子に乗るタイプで。嬉しい。ママ張り切っちゃう。といつも作りすぎるので、メグが帰省している間毎日カレーが並ぶ。さすがに飽きないか。飽きるか。俺様の登場もたまには方向性を変えた方がいいかもしれないな。今日はたったいま。おかえり。あはははは、柄にもないが1年ぶりの再会だし、ドラマチックに。おかえりメグ。さて俺様もドラマチックに。どうしたのその髪。別にいいでしょ。おいメグ、なんだその格好は。チャラチャラしてまるで別人じゃないか。男か、男ができたのか。相変わらずデブだな。デブっていうな、貫禄があるといえ。プニプニ、もちもち、タップタップ。なんで金髪にしたんだよ。似合ってるでしょ。似合ってない。いいもん、気に入ってるから。本当に何があったの？ママに話してちょうだい。なんでもない。お風呂入ってくる。メグ、どうしちゃったんだろうね。失礼します。にゃんにゃん。ん？一緒に入りたいの？別に一緒に入りたいとかじゃないから、涼子が心配してるから仕方なくだな。お風呂嫌いなのに。今日は特別。何があったか話せよ。すっきりするぞ。就活してたらね、自分が分かんなくなっちゃったの。みんな同じスーツを着て同じ答えを用意する。あの子もあの子もあの子も同じ服、不安と緊張が入り混じった同じ顔。鏡を見たときびっくりして、これは私じゃない、名前も知らないあの子だ。私がいなくなっちゃった気がして怖くなったの。大学に戻ったら髪色は戻すよ。今だけいいでしょ。ごめん、のぼせてきた。あ、ぐんちゃん大丈夫？でもさ、メグはもともと金髪じゃないんだし、今のメグは本当のメグではなくない？本当の私って何よ。え？ぐんちゃんが知ってる本当の私教えてよ。これが本当の私？にゃあ。ぶっさ。ほら、ご飯並べるの手伝ってよ。カレー？メグが帰ってくるときはいつもカレーでしょ？なんで？なんでって、メグカレー好きでしょ？インターン先で好きな食べ物を聞かれて、エビドリアって答えたの。一人暮らしして初めて作ったから。エビドリアなんか作ったの？猫舌なのに。ずっと暑いから嫌いだし作ってない。嘘ついたの？ママが作ったカレーが好きだなんてありきたりすぎて言えないもん。本当のことを言った方がいいとママは思うな。それじゃ受かんない。就活は厳しいんだよ。
個性的なエピソードを考えて嘘をついても会社に気に入られなきゃ。本当の私どこに行っちゃったんだろう。好きなこと、やりたいこと、自分が心地いいと思うことを大切にして、周りの目を気にする必要はないんだ。まあ、こんな難しい話をゴンちゃんにしても仕方ないか。はあ？今めっちゃいいこと言いましたけど。やっぱり買っといて正解。こんな寒いのにアイスなんてよく食べるわね。寒くないもん。この背徳感がたまらないんじゃん。うまっ。ふふふ。ふふ。あ、今日もこたつでアイス。温度上げたの秘密。これが一番の冬の贅沢。おかえり、メグ。寝て